佐渡市出身の関取浅野若関が今日佐渡市長のもとを訪ね、大相撲5月場所の結果を報告しました。今日佐渡市役所で渡辺龍吾市長や職員に拍手で出迎えられたのは、佐渡市出身の関取浅野若関です。佐渡市出身では48年ぶりの関取となる浅野若関は、十両昇進4場所目となる5月場所で10勝5敗と勝ち越し、年内の新入幕にも期待がかかります。来場所は番付を上位に上げるので、また勝ち越して新入幕目指して頑張りたいと思うので。渡辺市長は、佐渡のみんなもワクワクして応援しているので、これからも頑張ってほしいと、さらなる活躍に期待を寄せていました。